you
タジアムに来られなかった皆さん、こんにちは。試合開始までもう間もなくとなりました。遠征試合、ウズベキスタン対モロッコ、試合開始まであと少しです。試合が始まりました。ボールと選手がゆっくりと動き出します。右を守るのがモロッコ、左にエンドを取るのがウズベキスタン。早野さん、この試合注目すべき点はどこにありますか？この試合は歴史に残る試合。ウズベキスタン、この位置からのフリーキックで試合再開です。ここからどういった展開を見せるのでしょうか？パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。オフサイドフラッグが上がっています。ウズベキスタン、早いリスタートで試合再開です。モロッコ、右からの攻撃に切り替えます。さあ仕掛けてきましたよ。さあ自ら攻め込みます。右へパス、前線に大きくボールをフィード、ゴールラインを割りました。右へ、さあドリブルで上がっていく。ロングパスが出た。右へ送ります。決まるか？シュート、決めさせない。スローインに変わります。これは通るか？さあどうする？右へパス、前へ、前に出した、前に送りました、前に送りました、左へ出します。スペースを探しています。最後は誰で来るんでしょうか？軽く中を見ます。このシュートはキーパーの正面でした。まあキーパーがすごいんだ、そう自分に。ここでホイッスル。後半開始を告げるホイッスルが今吹かれました。早野さん、両チームの前半の戦いぶり、どのようにご覧になりましたか？まあ、ファールは取られてませんけども、非常に危険なプレーが多いです。私の目は絶対にごまかせませんよ。頭でいった。試合の中ではこういったプレーも大切ですよ。あ、倒された。上が吹かれます。イエローカード。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか？構わずシュート。一気にゴール前に送った。オフサイドフラッグが上がっています。モロッコ、この位置から試合再開です。一度ボールを下げ様子を伺います。相手の威圧の前に少しおびけついたかもしれませんね。パンチング、前に出します。左へ送ります。前方にパス。9番、ドリブルで攻め込みます。こういった突破も時には必要ですよ。モロッコ、スローインで試合再開です。一気にボールを出した。モロッコ、ここは通しません。ちょっとパスが雑ですね。さあ自ら攻め込みます。前へ、これが通った。パスを出すタイミングを測っています。柔らかなボールタッチですね。前に出します。決まるか？ファインゴール。サッカーの歴史にまた1ページ。後半戦終盤、モロッコキックオフで試合再開です。さあ自ら攻め込みます。うおっす。キーパー動くことなくキャッチです。シュートが正直すぎました。左へ送ります。オフサイドです。
もったいない、このオフサイド。さあこの位置からどういったサッカーを展開してくるのでしょうか。ここで長い笛、試合終了です。1対0。